KPJ ゲリオン発信。トゥン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 トゥ契約納車までがあっという間でございましたが、本田技研工業株式会社 CBR250RR 納車でございます。いや、あのね、納車の動画は昨日もう爆速アップロード編集してね、させていただきましてね、ちゃんと紹介したいなと思って今日撮影しております。まあこの場所はね、 KPJ フリークの方ならもうご存知な鬼門の駐車場でございますけどもね、まあ早速ねエンジンかける儀式は後でやりたいと思いますけど、まあ細かいところをねちょっとみんなに紹介したいなと思います。まあオープニングの茶番もやりましたけど、完全にねこのフロントマスクからね、その後ろのマフラーに至るまでね、このゴツゴツ感と色使い、完全にね某有名アニメですよね。 KPJ ゲリオン発信。はい、まあ、そんなわけで、まあ、めちゃくちゃかっこいいね CBR250RR でございます。通称ねみんなニダボニダボって言うんですけどね、なんかのあれで見たんですけど、もうメーカーの開発者の方はねちゃんと正式名称で呼んでくれたら嬉しいなみたいなことを言ってたんでね、俺もあえてニダボと呼ばせていただきます、敬意を込めて。はい、そういうわけでね、このマットブラックのニダボちゃんめちゃくちゃかっこいいですよね。まだね走行距離が70キロぐらいかなしか走ってないんで、まあ明日明後日また天気崩れるっていうことなんでね、ドロドロになる前に動画を1本残しておこうと思います。で早速ね、昨日納車に付き合ってくれたね、あのこの KPJ のリスナーのウィズさんっていう方とね、最後ライコランド行ってね、まあなんだかんだエンディングを撮ってたら、とんだサプライズでね納車祝いということで、このねめっちゃかっこよくないですか、グリップとねバーエンド、このカラーに合わせてねつけてくれまして、いや本当にありがたい、めっちゃかっこいいですね。うん、そんな感じでぐるーっとエクステリア外観こんな感じですね。この2020年モデルからマイナーチェンジが施されてね、ホイールが金になったんですよ。金になったのとね、全モデルが38馬力だったのが41馬力までアップしてきたっていうことで、これはね川崎の ZX25R、 まああれは4発エンジンですけどね、まあ、純粋に比較するのはどうかなっていうのはあるんですけど、まあ、同じねカテゴリーの排気量のバイクで、まあ、完全に意識してね、馬力アップしてきたところにね、このホンダの本気を感じますよね。もう出来上がったエンジンにさらにね内部的にも手を加えて3馬力アップさせるっていうのはね、うん、そこまでコストをかけてくる、うん、ホンダの本気ですよ。いや素晴らしい、某メーカーもちょっと見習ってもらいたいなっていうのはあるわけでございますけども、まあそんな感じでね、エンジンの内部ピストン形状の変更とかね、圧縮比のアップ、なんか調べたら圧縮比が12超えてるんですよね。よくそれでこれハイオクじゃなくてレギュラーでいいななんてね、その辺もちょっと感心したんですけど、そうお財布に優しいレギュラーガソリンでございますね。まあそんな感じで、あとなんかクランクのなんかも見直しされたのかな。うん、まああとこのねマフラー内の構造もちょっと見直しが図られて、給排気系もねちょっと変わったっぽいですね。なんでマフラーの音もね、これね形は好き嫌い分かれると思うんですけど、すごいね音がいいんですよノーマルでも。なんでねびっくりでございますけど、そんな感じでね、もうコストかけまくりのホンダの本気、いやー素晴らしいなっていう感じです。まあ足回りから見ていきましょうか。まずなんといってもね倒立フォークですよね。これ昭和の倒立フォーク、プリロード調整とかもフロントに関しては一切できない感じになってんのかな。なんでねちょっと初見での乗った感じ、まあまだ新車だからっていうのもあるかもしれないですけどね、ちょっと固めなんですよ。なんですけどもね、倒立フォークは多少固めの方が路面通従性もねいいんで、フロントに関してはね、まあ俺はちょうどいいぐらいじゃないかななんて思ったりします。
まああとね、日清の片押し2ポットですかね。あの昨日納車の帰り、最初のねブレーキタッチでびっくりしたんですけどね、ブレーキが滑って効かないっていうのはね、まだ当たりがついてないからなのかな。うん、まあそんな感じ でディスクモーターの形も結構ねデザインされててかっこいいんですよねこれね。これはなかなかようござんすよ。まあ普通に街中乗る分にはね、このストッピングパワーもまあこなれてくればね、まあ試乗した時も全然も申し分なかったんで、まあ大丈夫でしょう。はい、そんな感じでございます。まあ何よりもねやっぱりデザインじゃないですか。ホンダのバイクもねここまで攻めたデザインを作るようになったんだなっていうのはねちょっとびっくりですけど、うん、ちょっと板車を意識してきた感はあるよね、エヴァとねこの後ろのここの部分なんか完全にね某イタリアメーカーのメーカーにね似せてきてるし、タンクに関してはねこの高くて上だけねギュッてこう潰れてきてるっていうね、こういうゴツゴツした形状もね結構某イタリアのねメーカーのタンクをちょっと意識した感じはありますよね。この辺のね膨らみとかね絞り込みとかね、ボンキュッボンっていうのはね、うん、これがホンダのバイクかっていうのはちょっとびっくりですけど、まあ、そんな感じでございます。でエンジンなんですけど、まあエンジンは2気筒エンジンなんですよ。でこれが出た時にね、いやー CBR250RR ね、この RR のホンダの看板2気筒乗っけちゃうんだっていうのね、なんですけどね乗ってみるとびっくり。まあ初代のね CBR250RR 要は MC22 かなの頃をね乗った人にもねぜひ乗ってもらいたいですね。あの頃の古き良き頃のねそのパワーバンドみたいなものをね今の時代のマッピングでねうまいこと再現しててね、もう下はねタカ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 ってねガラララって感じで行ってね、上の方なんてのはふわーんって急にね吹いてくる感じはねすごい面白い味付けしてて、これ昔の CBR 好きも一回乗ってみて感動するんじゃないですかね。はい、まあそんな感じで、まあほんとよくできてるなっていうのが第一印象ですね。でリアはプリロード調整だけできんのかなんですけど、リアに関してはねそこまで硬さは感じないんで、まあしばらくこれで乗ってちょっとねいじっていってみようかなと思います。でこのマフラーですよまあかっこいいのか悪いのかは別としてね、こんな形状のマフラーノーマルですからね、これねつけるようになったんだなっていう感じで、まあ中のね構造を若干見直したっていうのもあってね、まあ、ノーマルの割に結構いい音してくれてますね。攻めてますね。ホンダ技研工業株式会社さんね。あとね、もうすぐ多分汚くなっちゃうんだと思うんですけど、このピッカピカの金ホイール。スーパーベローチェも金ホイールですけど、こういうね、光沢のある、キラキラした金ではあっちはないんでね。うん、これはすごいね。キラキラしてますよ。まあ、バリアスコートをさっき施工したっていうのもあるんですけどね。そうでバリアスコートをね全面的にやったら、まあこれマットブラックなんですけど、ちょっとツヤウェットな感じのマットになりましたかね。はい、そんな感じでございます。あとねナンバーのねこのなんていうんですか台座、うん、あとこの辺のボルトもね昨日納車祝いで水さんにプレゼントしていただいたものなんですけど、一見ねこうパッと見ると赤がねすごい目立つかなっていう感じなんですけど、まあゆくゆくはこれねなるべく早いうちにフェンダーレスキットを組んでフェンダーレスにしようと思ってるんですよ、うん、なんでねこの赤がこっちにこう来た時に、まあね、おそらくこの赤黒で収まりが良くなるんじゃないかなっていう感じでございますかね。まあこの辺にあるとねいきなり赤がボンってあるんで結構目についちゃうんですけどね。はい、そんな感じでございましょうか。スイングアームもね両方ともアルミで、うん、結構ねやっぱこうパッと見てね安っぽさをそんなに感じないんですよ 250cc。 まあお値段も結構抜けてますけどね、川崎の ZX25R がいいグレードのになると90何万円で、これがまあメーカー小売規模価格80何万円じゃないですか。でこれが出たさ2017年当時はね 250cc で80万円オーバーって、そんなの誰が買うんだなんて言ってね物議を醸したんですよ本当にね。なんですけど蓋を開けてみればね、もう 250cc の SS 部門で多分追随を許さないぐらいねバーンと売れちゃって、
他のねライバルメーカーをもう制圧しちゃいましたよね、一気にね。まあスペックもそうですけどね、価格もね、もう他のメーカーを置き去りにして独走してたんですけどね、そこに来てね川崎がまあ意地を見せてきてね、それなら4気筒復活させてやるっつんで、まさかのね 250cc4 気筒復活させてくるっていう。で馬力的にはね、向こうが45馬力かな、でこっちが41馬力なんで、馬力的には向こうが4馬力勝ってるんですけど、まあパワーウェイトレシューって言ったらほとんど変わんないですね。重さが20キロぐらいこっちの方が軽いんで、うん、トータルするとね、まあサーキットとかでもね結構インプレしてる人いるんですけど、比較してね、まあなんだかんだ言って CBR の方がね、まあコーナーの突っ込み立ち上がりもね、やっぱり2気筒のトルクもありますしね、トルクでもう引き離しちゃうようなところがあるみたいでね、まあトータルするとそんなに変わらないよっていうところでございますか。で話題がね、今度今までずっとこれがね人気一辺倒だったのが、もう川崎の ZX25R が話題をさらっちゃって、まあそこでホンダがブチ切れたわけですよ。まあ世界のホンダ技研工業株式会社はね、それだったらっつって、さらにねもう出来上がってるエンジンに手を加えてコストかけまくってね、まあ馬力アップしてきて、うん、いやもうこの 250cc クラスでね、こう各メーカーがコストをかけて切磋琢磨してるっていうのはね、やっぱり一消費者っていうかね、このバイク好きからしてね、外から見てる側としてはね、うん、やれやれっていう感じで、うん、面白いですけどね。まあこういう感じでね、今バイク人気もすごい上がってるらしいんで、うん、どん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 こうシーンが盛り上がってくれたら嬉しいですよね。はい、まあ、そんな感じでね、まあめちゃくちゃデザインもかっこよくなった CBR250RR でございます。早速ちょっとメーター見てみようか。まあ、あとねこういろいろスマホとかつけたり、まあ将来的にはねここにインスタ360をね買ってつけたいなと思ってたんで、このバーも取り付けておきました。ちょっとね今これは邪魔でよく見えないと思うんですけど、とりあえずメーターでございます。このオープニングセレモニーかっこいいよね。ちょっと見づらくてすいませんけどね、エンジン始動していきたいと思います。このエンジンセルの音がさ、アグスタはカッ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 ボーンじゃないですか。これなんかウキキーってね、なんか猿みたいで面白いな。結構ねレスポンスもリニアに反応してくれるんですよね。まだ鳴らし真っ只中なんで、そんなにね回せなくて申し訳ないですけど、こんな感じですね。まあ低回転は結構ね小気味いい、タカ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 っていうね感じなんですけど、引っ張っていくとね本当4発じゃないけどね、ふわーってね駆け上っていく感じが本当に気持ちよくてね、この消波域量ならではのねこの操ってる感っていうかね、本当に乗ってて面白い感じっていうのはね、こう 250cc ならではじゃないですかね。はい、でシート高が780だっけな、790ぐらいかなんでね、もう両足もべったりなんですよ。うん、だからねこれ女の子も結構ね乗ってる人多いっていうのもね分かりますよね。でこのエンジンモードもね右側にある、今スポーツですけどこれが通常モードですね。でスポーツプラスになると結構ねアクセルに対してねエンジンの挙動がリニアになるっていう、まあピークパワーは変わらないんですけどもね、そこに駆け上っていく感じがねすごくリニアになりますよって。あとこのコンフォートっていうのは結構ねアクセルガバッと開けてもねうーんってゆっくりね上がっていくようなモードでね、まあこういうねモードもついてるのも相まって、見た目よし足つきもよし、うん、扱いやすいっていうのでね、こう女の子がね結構乗ってるっていうね人気があるっていうのもうなずけますよね。いやーこれがホンダの本気でございます。なんでね、まあこれからね、まあちょいちょいこいつも可愛がってあげながらね、メインのスーパーベローチェもね、
あんまり乗らないとね、また機嫌を損ねそうなんで、まあ、可愛がってあげたいなと思います。二台持ち、結構ね、ローンの支払い大変ですけどね、毎月綱渡りクラブ継続中ということで、皆様もね、ぜひ、この KPJ の動画をたくさん見て、支援していただけたらと応援していただけたらと思います。てなわけでね、簡単ではございましたけどね、このかっこいい CBR250RR のご紹介でございます。ダーン、ありがとう。はい、というわけでね、まあ俺がバイクを買ってここに来たら必ずやらなきゃいけないね、儀式というのがあるわけですよ。まあ俺の動画を古くから見てくれてる人はもうご存知だと思うんですけどもね、この鬼門の駐車場でエンジンをかけると何かが起きる。お前は大丈夫だよな、世界のホンダ技研工業株式会社のオートバイだからね、大丈夫だよね。お前ホンダ車だからな、一応空気読めよ、いろんな意味で空気読めよ。お前はホンダだ、お前はホンダか、俺もホンダか、何言ってんねん。よし、じゃあちょっとエンジンかけていきたいと思いますよ。バイバイホンダ。キルスイッチか。しょうがない。全く止まる気配がないね。つまんねえな。しょうがない。